そうです、同級生です。はい、同級生です。はい。高行さんがお兄ちゃんで、二つ上なんですよ。はい。阪急ドラフト1位。あ、安勝さんどっかで会ったんですか。いや、あの白井さんを、あの、安勝さんあのドラフト内で入れたんで。はい。そうです、そうです、そうです。はい。本当ですか。あの本田さん、本田さん、はい、あります僕も本田文科生になるって言われたんですけど、親父が僕の大学の先輩なんで。あ、本当ですか。だからあの丁寧にお言葉を入れて。だけど白井さんのおかげでそのスカウトがバーって来てくれたんで、はい、助かったです。本当はどうですか。西川ミユニフォーム変わりました。行こうとなの。このままでしたっけ。この感じ。これちょっとさ、別物見てたよね。あと走ってるのさ、はい、自分のホームチェックしてる。はい。カルモ。これ。平行に出てるんだよ。こうなんだ。自分の中で多分角度つけようと思ってる。だからまあ。フォームでいいんや。だからそれでこういう角度で意識としては低め投げる。で俺に行かれますと理にはかなってない。立根バッターってなるほど。立根バッターっていうか、うん、こう抑えに行かないと普通抑えに行きたかったら抑えに行きますもんね。上に投げたら上に行きますもんね。そうそうそう。だから自分の中で自分の美学として多分こうすればそのリリースが相手に見えないかっていうところもあるかもしれない。6回目はジャイアンツの攻撃が。男さんバッティングこうやってやるかってやらないじゃん。そうですね。そうですね。常に平行なものを保つわけじゃん。むしろこっちに抑え込んでくるぐらいですよね。そう。だから彼も多分こうやって投げて球の速いっていうのをすごい売りにしたいと思うんですよね。はい。こう下から割ってくるっていう感覚じゃないですか。パッとなりますね。だから一見球は速いんだけどああやって高めくるとバッターはこうやと思うんだけど大したことないじゃん。だってボールなんだから。そうですね。そこさえ捨てればっていう。はいはいはい。消せますよね。うん、消せるでしょ。はい。だこれがバンバン低めね。これのチェンジアッププレーは、うん、それも俺も文句は言えないし、うん、多分そこで多分崩れちゃう。うん、だから本来の元々の持っているコントロールがまずないとだ、うん。その中で自分が工夫してバッターに打ちたいっていうフォームを自分で作ったと思う。だからキャッチボールとかでもさ、すげえ気にしてたもんね。だけどプロってさ、どちらかというと球が速くてコントロールが良くないと勝てないじゃん。そうですね、うん、コントロールはいりますね。だから球が速いだけだったら、うん、もうちょっとで終わっちゃう。そうですね、うん、だからこういうピッチャーにものすごいコントロールも本当に調和しやすいと思う。一人も任せられる。でこれ追い込んでるからすごいな、すごい当てられちゃう。まっすぐ。まあ上げないっていうか、多分それを売りにしているんで、それをなくしたら多分あの普通のピッチャーになっちゃうと思うんですよ。だからこの普通のアップとかでもうすごいこうやって意識してめっちゃ確認してたんですよ。そういうところを大事にしてるんで。ただ上からプロから見たら見栄えとしてはすごいいいかもしれないけど、元のじゃコントロールあんまりないよねっていう判断になっちゃうと思うんで。Oh!
思いますけどね。そうですね。ピッチャーでできることがなんでバッターでできないのって思っちゃう時ありますよね。一緒なのになって。おー、ナイスキャッチ。俺のキャッチ、俺の練習のキャッチですね。ちょっと今上がったからね。差し込まれた、今差し込まれた、ね、差し込まれた。でも、まああれ差し込まれ、そんな差し込まれてないじゃないですか。押してないんですよ。押してないって、打ち方がもうあれが限界じゃないですか。はい、あっち方向やわ、彼の。簡単にポンってスワイプって見栄えはものすごい。そうですね。コントロールっていう感じじゃないですもんね。どっちかっていうと、ちょっと意識してその低めの入り方とか言ってくればすごい使い勝手がいいと思うね。僕でももう教えないね。だってこれで勝負できてるし。狙いに行ってボールだったらいいんだけど、もう投げて、もう打てるもんなら打つので投げてボール、うん、でこれでストライク取りに行かなければいけない。紙一重だよな。そうですね。このバッターであそこまで飛ばされてるというか、普通のバッターだったら行ってますね。大事だと言っちゃうね。捉えられてますもんね。長水くん、はい、よし、ございません、はい